この夏3年ぶりに帰ってきたユース出身のストライカー北川晃也、復帰初戦でいきなりゴールを決め、早くも存在感を発揮しています。そんな彼と学生時代8年間共にプレーした鈴木誠也ディレクターが直撃取材です。まずサッカー始めたきっかけは、2つ上に兄がいるんですけど、その影響ですね。いつも小さい頃から兄を真似していろいろなことをやっていたので、だから兄が野球をやっていたら野球だったかもしれないし、当時からスピードもあったし、フィジカルもテクニックも、全部うまいなと思ってたんですけど、なんか特別な練習とかしてたんですか？特にしてないと思いますよ。でもボール蹴るのが好きだったので、サッカーだったらその全て好きだったので、だから練習するのも好きだったし、行くのも好きだったし。当時はセンターバックとかもやってましたよ。そう、センターバックがほぼじゃない？そうだね、センターバックやってましたね。大きかったから大きくてボール蹴れたから。やっぱフォワードが良かったんですか？いや、その当時はどうですか。まあフォワードやりたかったけど、でも試合出れればいいし、サッカーやれればいい気持ちしかなかったから、ね、今思えばちょっと考えられないですけど、まあそれもいい経験になってるのかなって思ってます。もう中学でエスパルスに入るじゃないですか、はい、その決めた理由とかあるんですか？でも小さい頃から日本平に行ってエスパルスの試合などは見てましたけど、でもこうなんて言うんでしょうね、まあ漠然とプロサッカー選手になりたい、あそこに立ちたいっていうものはありましたけど、そんなはっきりとは全く決まってなくて、こう自分の中で明確になったのはこのジュニアユースに入ってっていうところなので。ボールボーイとかもスタジアムに行ってたし、その中で憧れの選手とか好きな選手はいたんですか？岡崎選手はやっぱフォワードでもあったので、僕はそういった選手の動き、点取る選手っていうのは自然と目では追ってましたね。でもやっぱりこう日本平でプレーしている選手たち、その1万5千人ぐらいいるファンサポーターの前でプレーしている選手たちはどの選手も輝いて見えてたし、憧れでもあったし目標でもありましたね。背番号23しょったじゃないですか、はい、あれはやっぱ岡崎選手のリスペクトがあったんですか？チームからの打診でしたけどね。1年目は36番をつけてたんですけど、その次のシーズンに行くときにチームからの打診で23番はどうだっていう話をもらってつけさせてくださいと。背番号でサッカーするわけではないと思ってるし、そこまでのこだわりは自分の中ではなかったんですけど、清水エスパルスの23番で言えばその岡崎選手っていう印象が強い方も多いので、その方々へのリスペクト、岡崎選手へのリスペクトは持ちながらも、こう自分の背番号に変えていければなっていう思いもあったので。僕の個人的な感想だと、プロになってから今までしてなかったじゃないですけど、よりチームプレーをするようになってるなっていう印象があったし、はい、変化のきっかけとかあるんですか？一番の変化はやはり清水エスパルスが J2 に落ちてしまったこと、そこの J2で戦った1年でこのクラブを J1 に昇格させなければいけないっていうプレッシャーは、多分その当時在籍してた選手全員が感じてたと思うんですけど、それ以上に下部組織出身である僕らは常に感じながらプレーをしていたので、その1年間で自分は大きく成長できたかなと思ってますけどね。
リカルド監督のサッカーの印象はどういった印象ですか、うん、ボールを大切にする印象がありますね。ゴールキーパーから、しっかりセンターバック使って、ボールを前に運んでいくっていうところ、今チアゴサンタナ選手が出てますけど、そこにうまく絡んでいくっていうところなのかなと思っているので、まあいろいろなイメージは膨らみやすいかなと思ってます。まあ自分がここにいるっていうことは、エスパルスをさらに、上へと押し上げなきゃいけないと思っているし、まあそういった覚悟を持ってここに来ているので、周りの選手たちを巻き込みながら一緒に、清水エスパルスを大きく成長させていければと思っています。最後に応援してくれるファンサポーター意気込みをよろしくお願いします。カメラ目線、カメラ目線恥ずかしい。シーズン最後、皆さんと選手含めて会社含めてこの1年で大きく成長したなって思えるように、皆さんと一つでも多く喜びを分かち合えるように精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。